今日はカットソーを活用しようと。肌触りがちょっとドライな感じになって春夏に非常に好まれる。長袖のウールポロとか長袖のプルオーバーシャツみたいなのは春夏も着れるし秋冬も着れるっていうような、素材とか襟の形とか形をどう選ぶかによって使い勝手が結構広がってくるんで。こんにちは、進藤です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は二日酔いでね、メガネかけてるんじゃないんですよ。今日はカットソーを活用しようと。カットソーを活用すれば着こなしの幅広がりますよっていうことと、特に春夏なんかは使い回し効くと思うんで、最後までそれを見ていただければ、こういうのがあったらいいんじゃないかなというのをご紹介させていただきます。最後までお付き合いください。今僕の認識やと、カットソーっていうとジャージの生地をいろいろな形に切って縫い上げるっていうのがカットソーの全体的な定義になると思うんですね。まあ一応一番代表的なのは皆さんご存知の T シャツ。そこよりも僕はシーズン問わずカットソーっていうのは一つ使えるアイテムなんじゃないかなというふうに思ってます。代表的なものは綿素材のカットソーもありますし、ウール素材のものもあるんですけれども、それぞれまあなんか役割も違うし、使い方も違うし、なんか雰囲気も違うので、素材の特徴をいくつか説明しようかなと思ってるんですけれども、まあこれは我々のオンラインストア、マスタープランオフィシャルストアの方で取り扱っているノミヤモっていうブランドをやってるんですけれども、それで他のカットソー製品の応用も少し効くんかなというところで、まずそこから説明させていただきますけれども、まずは一番代表的なの、このカットソーと言われて一番皆さんが思い浮かべるであろう綿のこの普通の天竺素材っていうやつなんですけれども、今私が手元に持ってるものはウォーターダイヤモンドフィニッシュ WDF っていうやつで、蝶々綿で作ったジャージの生地を水の中でダイヤモンドのブラシで起毛を刺して、まあ水の中でなんで起毛を刺すかっていうと、水の中でやると摩擦熱が起これへんので落ち着くっていう感じなんですけれども、表面感が非常に滑らかになって、いわゆる昔からある T シャツよりはより上質な質感になるし、タッチもすごく柔らかくなって綺麗な感じになるっていう、そういう仕上げのもの。まあでも表面感としてはつるっとした天竺。あともう一つ展開しているのがこれ。これは野辺山のあのカノコのプルオーバーシャツなんですけども、カノコ素材これだけでうちやってるんですけど、さっきのこの天竺に関してはポロもやってるし、クルネックとかもやってるんですけど、これはどっちかっていうとざっくりした折りが入ってて、ポロシャツって言ったら多分このタイプの素材を思い浮かべられる方がたくさんいらっしゃる素材で、これエジプト綿で作ったカノコ素材ですね。表面感がボコボコしているので、肌触りがちょっとドライな感じになって、春夏に非常に好まれるっていう、まあ、僕これちなみに秋冬も着るんですけれども、ちょっと素材感があるので、インナーにした時にアクセントがつきやすいっていうタイプのもの。でもう一つはですね、最近綿カノコとか天竺以外によく目にしたり手に取られたりする方いらっしゃると思うんですけど、これウォッシャブルウールのジャージっていうのがあるんですよ。ウールっていうと大体冬とか秋でしょみたいな話になるんですけれども、実際はコットンは肌についた汗を吸い取ってくれる、その代わり水を発散してくれるっていう機能がないんですよね。でもウールとかカシミヤっていう天然素材のものは髪の毛にあるキューティクルと一緒で、繊維の表面上に鱗状のキューティクルがあるんですよ。でそのキューティクルの間に湿気を取り込んで、そっから湿気が多くなりすぎると鱗を開いて湿気を飛ばしてやるっていう機能があるんですね。なので吸湿放湿っていうね、湿気を外に出すっていうね機能がある。なのでウールのものの方が最初ベタっとするっていうようなことをおっしゃられる方もいるんですけれども、夏場とか春場とかに汗をかいたとしたら外に湿気を出してやるっていう機能があるんで、より肌触りはサラッとしてくれるっていうのがウールのこのジャージの機能なんです。今ですね、一応ウォッシャブルな機能があって、まあ基本的に洗い上げたとアイロンかけた方がいいとは思いますけれども、ウォッシャブルの機能があるものが最近増えてきたので、ウールの T シャツとかカットソーっていうのは肌離れもいいですよということで、すごく推奨されているものっていうのがこのウール素材。もう一つ、これはですね、
コットンと麻を混ぜたもので、コットンの表面下のつるっとした部分に麻の少し節だった素材感っていうのを加えてやるっていうことができますし、より綿100のものよりはザラッとした感じがあって、すごく清涼感のある素材。今日僕もこのジャージのポロを着てるんですけれども、例えばジャケットの中に着るんやったら、先ほどお見せした野宮物のこのポロみたいに、これウールも綿100の方もそうなんですけれども、シャツの襟のようになってるんですよ。でこれシャツの襟のようになっていることで、ジャケットの中に着た時に襟の収まりが非常に良くなる。ジャケットを着たりする機会が多い方には非常におすすめできますし、少し襟周りが綺麗に見えるっていうのがシャツ襟タイプのポロの特徴だし、僕は結構おすすめする。スムースな方がつるっとした感じもあるので、エレガントな雰囲気に僕はなるというふうに認識してるんですよ。でカノコの方がもう少しカジュアル、カノコはうちやってるのこれ長袖のプルオーバーなんで、これ僕自身は1年中とりあえず着てます。この上にジャケット着てもいいし、これ1枚でまくって着てもいいし、カーディガンとかの中に着てもいいし、とにかくこれもすごく表面感があって、ここの開きが広いのでプルオーバーとしても非常に活用しやすいっていうのがこのポロ。もう一つがこのウールのポロ長袖なんですけども、ウールのポロの長袖はですね、めちゃくちゃ暑くなる前はジャケットの中に僕長袖着るのを結構推奨して、今半袖なんですけど暑いから、肘のここの関節のところがやっぱ汗かいたりすると思うんですけれども、長袖着てる方がジャケットがくっつきにくくてさらっとして着れるっていうメリットがあるので、僕は結構ジャケット着るときは半袖よりも長袖着る。でもちょっと今日みたいにめちゃ暑いなっていうときは半袖のものを着るっていうような、そういう感じで使い分けはしてます。だから今言ったみたいなシャツ襟のポロとかプルオーバーっていうのをうまく活用するとコーディネートの幅は広がりますし、ジャケット着ても1枚で着ても様になりますし、あとで僕がすごいおすすめするのはこのジャージのカットソーのカーディガンジャケットみたいなもので、これはですね、1枚で着てもらって玉になるというよりは、 T シャツとかシャツとかプルオーバーとかポロの上に羽織っていただくだけでなんとなく様になる。でもジャケットほど硬くないんで暑苦しくない、まあ、リモートワークの時に僕羽織ったりするのも一つありかなと思ってますし、若干あのエアコンが効いてるところのエアコン対策として非常に使えるっていうアイテムでもありますんで、こういうものをですね活用すると春夏のファッションは広がるんじゃないかな。長袖のウールポロとか長袖のプルオーバーシャツみたいなのは春夏も着れるし秋冬も着れるっていうような特徴があるんで、シーズン長く着れる。まあ半袖のポロはもうその長袖やったらちょっと暑すぎるでとかっていう方にはですね非常におすすめできる素材。だからこういうふうにカットソーも素材とか襟の形とか形をどう選ぶかによって使い勝手が結構広がってくるんで、春夏のカットソーの活用っていうのは非常にあの幅広い着こなしができるのでいいんじゃないかなというところでですね、カットソーをちょっと紹介させていただいたという、そういう動画でございました。これ素材の特徴なんかを知っておくとお買い物の時の参考にはなると思いますので、買う時は僕は素材感のあるいいものを買われるのがいいと思ってます。で、まあ、このジャージ系の素材に関してはこれは僕の試験ですけれども、私どもの方は全部これ今紹介したものって全部日本で作ってるんですけれども、海外で作ったジャージの生地より、なんか僕はいつもイタリアの生地と比較するんですけど、まあ、日本のジャージの方が何か優れたものがあるんじゃないかなと思って、それでイタリア製ではなくこう、まあ、日本製のものを使っていると、まあ、どちらもいいところはありますけれども、私はそういう理由でですね日本製のものを使っているというところでですね、ジャージを今年も楽しんでいただければいいんじゃないでしょうかと、カットソーを着て着こなしの幅を広げていただければもっと楽しくなると思いますので、ぜひですね自分に合うカットソーを探されてはいかがでしょうかと、皆さんご視聴ありがとうございました。登録とですね高評価ぜひよろしくお願いします。あのインスタグラム私やってますんで、初めて見た人もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、この動画に基づいたようなファッションのコーディネートっていうのをインスタグラム投稿してまして、インスタライブみたいなことも夜やってますんで、ぜひインスタグラムの方もフォローしていただいて、新製品の情報とか何かこういうキャンペーンあるよとかっていうのを私つぶやいたりすることもありますんで、ぜひですねそちらの方も見ていただければ嬉しいと思います。ありがとうございました。